はい。いいなぁ。ジュンさん着てるやつかっこよくねえか、あれ。俺も買いてぇな。買おうかな。お疲れです。お疲れ。お前それやべえだ。お疲れです。いや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 。おかしいおかしいおかしい。これですか。ジュンさんあのフォース着てるから、僕もなんか特殊でかっこいいの着ようかな。いやいやいや。無地。まだ。マークがちょっとかっこいいだけで無地ね。めっちゃ水玉。あいつまたあれかよ。捕まるよ。これ？いやあれっす、あのイチロー選手もよくやってるでしょ。何よ？あのコンプレッション。あのコンプレッション系の。締まる系の。締まる系の。ああいうやつ。お前それ全身水玉やばいよ。いやこれあれっす。どれ？この丸。金属入ってます。いやいやいや絶対嘘。マジやばいっす。あ、じゃあお前何入ってんの。説明しよう。金属入ってなったらこれやばいっすよ。あのガチなやつ、あの NASA のやつ。 NASA のやつ。 NASA の金属のやつ。絶対嘘。はい、ということで、はい、ね、これゾゾスーツでしょ。ゾゾスーツです。あのネットで洋服とか買うときにさ、はい、なんかそれやると登録するとでなんかサイズが出てさ、おすすめの洋服がバッてるやつじゃないの。そうです。まあ服のサイズ分かるし、うん、あ便利だなと。まあプラスこれサイズ測れるじゃないですか。分かるね。首とか、まあまあまあ、胸とか、ね、全身測れるね、はい、もう思いついたんですよ、うん、あれ筋トレした時、はいはい、みんな腕がどんだけ太くなったかとか、うん、足がどれだけ太くなったとか知りたいじゃないですか。知りたいね。精密に、うん、精密に分かったらそっちの方が嬉しい。ゾゾスーツあんじゃんとこれからオフシーズンに入るんで、確かにあの筋トレとか、はいはい、走ったりとかやるんでね、うん、まあ、どれだけケツが大きくなったとか、うん、足が太くなったなんとかなんとかあると思うんで、それの数値を見てモチベーションを維持しようというあの新しい筋トレの形。なるほど、新しいモチベーションの相方。そう。なるほど。はい、ということで、はい、まあ、今年の冬ちょっと筋トレ頑張りたいと思うんで、はいはい、定期的になんかツイッターとかで数値とか出していきたいと思います。はい、はい、もう早速今日、うん、筋トレ行ってきます。おう、この後今やばいやばいやばい。エガちゃんみたいになってる。エガちゃんだよ。あいつほんとぶっ飛んでんな最近。2018年新秋冬モデルのパーカ追加いたしました。徳さんとライパチさんもこれを着てイケメンになっちゃうぐらいのすっごいかっこいいデザインになっております。はい、ということでインスタをやっておりますが、こういう撮影の裏側などを見れますのでぜひチェックしてみてください。はい、早速ゾゾスーツの測定やってみました。ちょっとね、こうやってローディングしてからの、はい、これが僕の体のサイズですね。めっちゃ細かいです。僕こんな体してんだな。こんな 3D で見れるんですけども、僕の体こういう感じですなんとも言えない。